今回の企画はマイクラあるある全員揃うまで終われません。マイクラの世界には様々なアイテムが存在する。その中で高級食材といえばやみんなが欲しいものなどのお題を出題し、5人が持ってきたアイテムが同じもので揃うまで終われないという鬼畜企画。果たして5人の心が通じ合い終わらせることはできるのか。チャンネル登録とグッドボタンを押して一緒に考えてみてね。はい、ということで、皆さん今回はマイクラあるあるアイテム全員揃うまで終われませんでございます。イエーイ。今日はね、皆さんあの冒険セットをもう持っていただいていると思うんですが、はい、これから、マイクラのお題に合わせたですねアイテムをそれぞれいろんなバイオームで冒険して取ってきていただいて、全員のアイテムがぴったり5人揃うまで終われませんでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。これちょっとやり始めた方がもう多分ルール説明も早いと思うんで、早速1問目いきますか。1問目はいはいこれ5人全員揃うまでだからね、ちょっとみんな気持ちをちょっと一つにして頑張りましょうね。今日はいいですか。はい、まあまあすぐでしょう、5人の絆があれば。ボンさんとベンが一番不安なのよ、なんか。大丈夫だよな。なんで名指しなんすかね。すぐ揃うよ。毎回真面目なのに。本当？あ、ごめん、はい。それはごめん、それはごめん。もちろん、もちろん。じゃあ、メンからお題を、じゃあ出してください。あ、いいんすか。どうしようかな。ちゃんとやってよ。はい。あるあるある。大真面目ですから。ある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 。じゃあ、メン、はい、あるあるね、お願いします。いきます。はい。お土産に欲しいアイテム。お土産に欲しい。お土産に欲しいアイテム。欲しいアイテム。はい。お土産ね。マイクラで。お土産ね。マイクラの中で。マイクラの中で、まあ、お土産といえば、みたいな。わかりました、わかりました。あれしかないでしょうよ。あれだね。あれだね。なんだ、本当に。え、これもう一発目で終わるじゃん、これ。終わったですよね。あれだな。はいはい。じゃあ皆さんよろしいですか。はい。はい。じゃあ3分間したら強制的に戻されますので、いきます。はーい。よーい。スタート。始まった。お土産ね。いや僕ね、お土産といえば、やっぱね、焼き鳥？うん、焼き鳥なんじゃないかなと思うのよ。鳥どこにいるかな？鳥がいる場所。廃校にはいない。あ、これ3分以内に持ってこないといけないからな。雪原サバンナ。サバンナの村とかにいるかな、焼き鳥。あ、どうもどうも。失礼します。焼き鳥ちょっとゲットするよ。マイク、お土産に欲しいもの？やっぱ、襲撃者の旗じゃない？やっぱり。フラッグ欲しいよな、これ。この上だ、この上、このやばいやばいやばい、シェンシェンシェン、ツー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 。角笛だろ、角笛だろ、やっぱり。あったー！これでしょ！絶対これでしょ！お土産で欲しいの。よし、オッケー！ちょっと待って、本当にわかんねえよ。わかんねえよ。え、お土産でしょ？だから、なんか、ちょっと珍しい場所に行った時についでに持ち帰ってくるぐらいがいいかなと思うんだけど、新宿レトリアン、ちょっと待って。まあいいや。なんだろう。いや、一旦これ行って、はい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 。自分はここかなと思います。あ、お土産ってもらって、まあどうしていいかわからないものじゃ良くないと思うんだよね。これです、これ。これ、私はこれで行きます。はい。一応いろいろ取っといて、角笛もらっても嬉しくない？なんか嬉しいし使うじゃん、あるやつ使うじゃん。だからそういうものがいいと思うんですよね。それしかねえな。ね、ダイヤ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 でしょ多分。ネザー行ってネザー要塞でダイヤもらうか。ネザー要塞にダイヤあるし多分。ダイヤあるか。あー、金か。まあ、金でも嬉しいか。金で行くか、金。俺がお土産で欲しいアイテムは、あれだから、どこがいいんだろう。ここだここで一気探す、これ探す。あのアイテムは、ここだったら結構見つけやすいと思う。あ、もう、あった、もう早速あったわ。これはまあ、揃うだろう。
焼き鳥焼き鳥焼き鳥。いや、マジで、マジでない。いや、これ結構あれだな。時間が3分間っていうのが、めちゃくちゃ難しいな。あー、もうチャーシューにするか。チャーシューにしますか。チャーシューにしましょう。よいしょ。急げ、急げ。よし。OK。さあ、今回は僕、焼き鳥作りたかったんですが、時間なく、しぶしぶチャーシューで勝負したいと思います。いや、でもこの企画の難しさは、多分あれだよね。思いついてても用意できないかもしれないという難しさがありますわな。一発目たまたまみんな焼き豚で合わないかな。シンパシーで焼き豚通じ合い。早いな。はい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 。なんか謎の場所。はいはい、謎の場所に。謎の場所。謎の場所。戻ってきた戻ってきた。はい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 。皆さんよろしいですか。3分間短いです、ね。これは、いやこれ、ね、当たってると思うよ。これ全員合います？マジっすか。お絶対これってのはあ。絶対これ？絶対これ。おお。本当ですか。麺とかでもうなずいてこっち先に戻ってきた。はい、もうだって誰よりも早くボンさんいました。あ早いな。すぐもうすぐ終わった。いや。お土産かと言われたらお土産を持ってきました。どちらかというと、え？何？え？何それ？いや、うん。まあピンときてないですけど、まあもらったらお土産かなぐらい。まあ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 。みんないいかな。俺はこれ常にこれが欲しいと思ってるんで。はい。じゃあ行きますよ皆さん。行きますよ。はい。はい。じゃあせーのでお願いします。参ります。近くねみんな。行きます。せーの。はい。はい、お全然違う。でもボンさんとオンリー、ボンさんとオンリーあった。あこれなるほどね。はいはい。あなるほどね。普段行かないところのやつじゃないか。ああそっか。観光地のあれみたいなね。そう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 。ちょ待って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 。僕も麺欲しかったな。いや麺となく分かる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 。もうダイヤ欲しかったんですけど値段寄せダイヤなくて。あそういうこと。金型。ああなるほどね。なるほどね。どうずさん。あれ？トゥーさん？え、どうしました？え？いやいやいや、え？焼き豚ですね。何があったんですか？焼き豚？お土産に？いやいや、本当は焼き鳥を用意したかったんですよ。やっぱこうね、飲みに行って帰りにこう、焼き鳥を買ってきて、お土産で買ってくるみたいな。そっちか。いやいやいや、そっち？え？そっちじゃないの？そっちじゃないよ、お土産じゃないのか。近いな、行った場所は近かったな、トゥーさん。でも言うて、言うてよ、言うて。まあまあまあ次々ビタッと合います多分次ゴールドンちゃってるからね。まあ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 、そう。じゃあもうまあまあ、じゃあオラくん次お題お願いします。じゃあさっき麺がちょっとお土産だったんで、僕はマイクラで釣り竿で釣れるもので一番いらないもの。あーいらないものね。いらないもの、いらないもの、一番いらないやつよね。一番いらない、一番いらないものを持ってくると。はいはいはい。もう実際釣らなくてもいいのよね、だって。あ、持ってき、直で持ってきてくればいいから。いらないものといえば。いらないものね。いらないもの、いやー、はい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 。はい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 。まあまあまあ、なんとなくは。あれかなー。OK。それでは、皆様、3分間のタイムスタートよろしいでしょうか。はい。はい。はい。お題は、マイクラの釣りでゲットできるアイテムで一番いらないもの、よーい、スタート。さあ始まりました、マイクラの釣りで一番いらないものでしょ。いやーとりあえずちょっと待って、海底神殿あたりに行って、おーいきなりこっからか。ちょっと海で釣りをしましょうか。あーやばいやばい、死んじゃう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 。いて、とりあえず釣りします。これなんか入れ食いと宝釣りあるのか。個人的にはね、釣りで一番いらないアイテムはあれじゃない、トリップワイヤーフックじゃない。トリップワイヤーフック一番不要でしょ。一番いらない。てか、こう3分間で釣れるかどうかよね。あ、川でも、一番じゃないんだよな。川はね、確かにいらないけどね。一番じゃないんだよな。あ、来た！あ、棒いいじゃん、棒。棒は結構だよ。棒は結構ゴミレベル高いですよ。いや、これ木の棒ありだな、でも。棒にしよっかな、僕。いらないもの。え、俺、ハスか、トリップワイヤーフックだと思うんだけど、トリップワイヤーフック作り方わかんねえな。沼地。ちょっと一応ハスを持って、釣ろう、実際に。なんだ、何が違うんだ、入れ食いって書かれてる。いきなりエンチャントも釣れたんだよ。いきなりエンチャントも釣れたわ。
鮭、フグ、フグもいらんな。鮭、あ、釣れないな、トリップアイアフック。しゃあねえな。ハスだ、ハスだ、ハスだな。はい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 。まあ、結構、あれじゃないってものはあるんだけど、まあ、ちょっと今後の展開も見据えてということで、他の場所も行ってみよう。こういうところでちょっとアイテムを回収するっていう動きも大事な気がする。釣りチャレンジをしようと試みてますが、まさかの水場が、水場がない。深い水場が一個もない。あ、あれ。あーたた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 。もう一発で釣るわ。全然出るよ。タラだわ。でも、ここで引けたらそれはそれで腑に行く。まあ、釣れんかったらまあ釣れんかったね。自前のやつ持っていくんだけど。さあ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 、スタートいたしました。これは、まあ、ボールかフリックかなっていうのが、個人的にはあるけど、そうだな、これ洞窟の中とかないのかな、これ。鍾乳洞とかでいっかな。鍾乳洞とか行って、あ、なんかディープタフ近い。フリックないかな。なかったら、もうちょっと、ここでボールを作ります。はい。ちょっと待って、ね、奥、奥。フリック出たけど、危ない危ない危ない。危ない危ない危ない。いった！まあ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 いいや。帰ってきてからいいや。どういうことかなぁ。バイオーム的には、砂浜、暖かい海とかかな。おう！がっつり海じゃん。よし、あっちで釣ろう。さあ、みんな何釣ってくるだろうなぁ。いらないもの釣れるかもあるからな。タラかー、まあ、タラはいるもんな。うわ、フグかー、まあ、骨も微妙骨も微妙やな。おお、オウムガイ、オウムガイ釣れたぞ、オウムガイ。はい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 は全員違う、全員綺麗に外してきましたね。違うな。そっか。まあまあ。ほら、なんで釣れたんだそれ。確かに大向かいいらない率高いな。はい。まあ、いらない、いらんな。いらんな。ボールは作ったけど。ボールね。はい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 。ボールは作った。はいはいはい。いやー、まあ全部いらないからな、確かに。よしよしよし。いや、でもいつか会うと思う。あ、真珠会うことしない。いつか、いつか、いつか。非常に雲行きが怪しくなってきました。はい。はい。それでは、はい、続きまして、じゃあ、ポンさんお題よろしくお願いします。はい、わかりました。では、実際に、うん。無人島に行くなら、一つ持っていきたいもの。実際にね。うん。際に。リアルで。リアルで無人島に行くときに、持っていきたい一つのもの。アイテムよね。アイテムよね。アイテム。アイテムね。はいはいはい。はいはい。もう、わかるよね。はいはい、わかるよね。わ、かるよね。わかりますわかります。はい、僕はもうあれだな。オッケーオッケーオッケー。あれだな。あれしかない、あれしかない。一個もビビッとこない、ちょっと。いや、もうあれしかないよ。あれしかない、あれしかない。あれだよ、あれ。あれだよ、あれ。あれだな。あれか。あれ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 。これもうボケんとかなしですよね、ボンさん。あ、ボケない、ボケない、やめてよ、ほんとに。あ、もう大真面目に。ボケやめてよ、ボケは。頼む、頼む、頼む。大真面目にやります。じゃあ皆さんよろしいでしょうか。はい、では参ります、無人島に持っていくもので、一つだけ持っていくとしたらこのアイテム。よーい、スタート。よし、いくぜー。いや、もう圧倒的火打ち石でしょ。圧倒的に火打ち石なんだけど、なんだかんだ言って火が最強だと思うんですよね。火がないと人間生きられないわけですよ、無人島で。で、素人がね、やっぱ火を起こそうと思っても、まあ、なかなか起こせないと。まあ、そんな時に、やっぱり役に立つのが火打ち石。はい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 。
まあ、これに関しては、もう、これだってものが決まってます、僕には。川があるということは、あったちょっとゴリ押しで取るか。よし。よし。ということで、無人島に持っていきたいもの、こちら。火打ち石と打ち金でございます。なぜなら火はサバイバルにおいて必ず基本になるから。実際に俺はリアルでも火起こしておきます。キャンプでできるようになりました。もう決まってるんですよ。無人島だから、まずは、ちょっとね、普通の森で、オークの記憶。これ持ってけば解決でしょみたいな。これです。ボート。これは、そもそも抜け出せますから。これでしょ。これしかないはずなんだよ。みんな頼むぞ。頼むぞ、みんな。はい。いや、これマジで、終わりました、正直。なるほど。俺も終わったと思う。答え持ってきた。いや、僕も答え持ってきたんで。これがありえない。これがありえない、僕も。ありえない。自信ありすぎ。不安なんやけど。いや、これ違ったらその人とは無人島行きたくないな、ほんと。だそうだね。むしろ、それ持って無人島行かせましょう。悪い。よし。それでは行きますよ。じゃあ、ボンさん、タイトルコールお願いします。無人島に持っていきたいもの。せーの、ほい、ほい、うわー、なるほどね、そっちかー、なるほどな。ボンさん、これなんすか、ボンさん。ボンさん、ボートです。答えもする気満々でしょ、これが。そっか、帰れるってこと。帰るの。そう。あー、なるほどね。オラックこれ何これ、いや、だから無事と危ないじゃないですか、危険が。お守り死ぬ可能性もあるんで。なるほどね。現実は死ぬのよ。とてもあってもね。僕とメンは火だよね、やっぱね。もう基本、サバイバルの基本。サバイバルの基本だから。確かになぁ。オンリーはナイフか、これ。そうですね。ナイフね。使うな。いやー、みんなあるな。なるほど。よく到底も取ったね。いや、確かに逆にね。それがすごいな。よし、次行くか。じゃあ、オンリーお題頼む。いや、これちょっと終わっちゃうかもしれないですけど、いいですか。いや、もう終わらせよう。いや。終わらせよう。じゃあ、参ります。オンリーといえば。オンリーといえば。何、ええ、一番、そんな簡単でいいのかなって思って。ああ、そう、そっちか。なんか一番自信なさそうにしたから。オンリーといえば。マジか。頑張ろう。オッケーオッケー。いや、じゃあ行きますよ。オッケーオッケー。いいですか、皆さん。はい。それでは、お題、オンリーといえば、よーい、スタート。僕、行く必要ないんだけどな。オンリーといえば、やっぱ鉄。鉄じゃない？違うのか。オンリーといえば鉄かポピーか。ポピー行ってみるか。おお、行って、あ、びっくりした。いきなり飛ばされたぜ。ポピー、いや、どっちだ、鉄かポピーか。ポピーじゃない？違うのかな。いや、ポピーだと思うけどな。いやー、これね、鉄ブロックか鉄なんやと思うんやけど、どうしよっかな。でもこれ鉄ブロックよね。アンパイ。エンダーアイか、鉄ブロックやと思うんよ。あ、ボンさんだ。ボンさんだ。あ、ボンさんもほっとる、鉄。さあ、始まりました。いや、まあ、自分で出したんだからわかるんですけど、一般ね、村とか行って、はい。あ、なんか、ちょうどよく、あるな。鉄入ってないわ。これ悩む。あ、オラフ君と会ってしまった。オラフ君と会ってしまいました。砂漠村行くか。よいしょ。いや、多分ね、オラフ君とは合致してるはずだ、これ。OK。まあ、もうちょっとお分かりの方もいるかもしれませんが。はい。これね、これ、まあなんか常に持ってるイメージあると思います。こちらで、今回は行きます。終わっちゃうかな。終わっちゃうかな。まあ、みんなが、どういった目で私のことを見てるのか、わかっちゃいますね。どうしよう、これでなんか、サボテンとか。どこから出てきたのみたいな、アイテム持ってきたら。
やばいやばい、これマジで時間ない、マジで時間ないからもう。一回、ここで足を確保する。それと合わせて、バケツも取れたらいいんだけど、さて、いらないもん全部捨てよう。あれだよな。わかってるぜ、俺には。これでどこ出る？ないぞ。ないわ。ない、ない、ね、諦めよう、諦めよう。これは無理だ、これは無理だ。どうする、どうする、どうする。どうしよう。手に入んねえよ。手に入んなかったよ。攻めて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 。おお、アイテム飛ぶんかい。はい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 。あーあーあれ麺。ああまずいよ。あれ麺。まずい。あのあれ麺。アイテム全部なくなりました。え？知らん。何があったの？何があったんだね。何があったんだ。ね、2点3点あったんですけど、うん、まあ、全国を巡ってきましたとだけ。全国を巡って。OK、じゃあ、麺何も持ってないの？はい。じゃあ、一応貼るか、一応貼るか。一応貼るか、一応貼るか。一応貼るか。じゃあ、オンリータイトルコールお願いします。はい。で、終わります。オンリーといえば、せーの。よいしょ。全然違うみんな。全然違う。石とか全然違う。もうさ、石はひどくないなんか。鉄だと思って掘ろうとしたら出なかったの。鉄が。掘ってたもんさ。石ひどいな、石。そう、オラ君と同じ場所行ったんだよね。そうそうそう。まあ、麺は何とも持ってないと。だいぶ沈黙だ。なるほどな。はいはいはい。いや、エンドシティ行ったんすよ。エンドシティ行ったの？エンドシティ。俺、エンドラの頭取り行こうと思ったんですけど、ついてなくて。エンドラの頭ね。はい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 。確かに確かに。仕方ねえからもう、でも死んで帰ろうと思って、うん、無理やり、無理やり狩りしようと思ったら、全部なくなりました。おもろ。はいはいはい。よし、ちょっとこのままでは終わらないので、僕がもう超簡単なお題出します。お願いします。もうビシッとビシッと。お願いします。もう誰でももう、ちゃんと頭を働かせれば誰でもわかりますねの問題です。誰でもわかりますね。いいね。誰でもわかります。いきますよ。マイクラで一番軽いアイテム。マイクラで一番軽いアイテムです。一番はい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 。もう軽いアイテムね。これも正解がありますから。はい。いいですか、皆さん。軽いアイテム、重さがね。軽いアイテム、軽いアイテム、軽いアイテム、はい、重さが一番軽いアイテムでございます。まあ、皆さんが思うこれが一番軽いだろうなというのを持ってきてください。はいはい、はい、それでは参ります。マイクラで一番軽いアイテム、よーいスタート。よし、始まりました。いや、僕ね、もうね、軽いアイテム持ってるんですよ。これでしょ、これ以上軽いのないでしょ。これでいきます。絶対これってなるわ。ムラ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 。羽だろ、羽。猫。やばいやばいやばい。一応種持ってっか。一応種持ってっか。こっちか。オッケー、羽ゲット。マイクラで一番軽いって、あ、どっちだ？ゲーム的な方の軽さか。物理的な方の軽さか、どっちだ？だって。小麦の種の大きさこれぐらいですって言われても全然ピンとこねえけどな。待って、シンプルにクモの巣軽くね。クモの巣軽いだろ。よしよしよし。はい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 、これは自信ある。これは自信ある。これ自信ある。これ来たじゃなかったらちょっとさんおかしい、本当に。え、なんで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 。いや、僕も正解持ってきたって。これしかない、これしかない、これしかない。オッケーオッケーオッケー。いや、もうなんかみんな自信ある。みんな自信あるね、これ今までで。じゃあ行きますよ、行きますよ、行きますよ、行きます。はいはい。マイクラで一番軽いアイテム、せーの。ほい、来た。あー、まあ軽いね、軽いけど、軽いよね、軽いよね、軽いな。推定 1g 以下。そっちで糸、種、羽、糸、羽でございました。はいはいはい。いやー、なるほど。羽か、なるほど、なるほどな。でも糸と種ね、確かに軽い。近づいてはいる、近づいてはいるよ、近づいてはいるよ。はいはいはい。よし、
だいぶ沼っておりますが、じゃあ一周しまして、大原麺。あ、そっか、もう一周か。お題お願いします。OK です、OK です、OK です。いや、一周で終わると思ってたから、二周目考えてなかったよ。横に、必ず持っていきたいアイテム。旅行？旅行をね、はい。お出かけです。旅行に必ず持っていきたいアイテム。旅行に必ず持っていきたいアイテム。よし。よし。じゃあ行きます。はい。それでは、はい、皆さん、リアルで旅行に持っていきたいアイテム。よーい、スタート。まあなんかね、スマホって言おうと思ったけど、スマホなんつーアイテムは、マイクラ内にございませんので、地図ですね。地図いきます、地図。紙？あ、宝の地図。え、宝。いや、どうしよう。地図、レッドストーン今から無理だもんな。一旦、宝の地図にしとくか。いや、望遠鏡を持っていくかな、旅行だったらね。リアルででしょ？リアルでだったら望遠鏡かなと思ったんやけど、望遠鏡がありそうなのが、アメジスト。まあ、廃校とか行くか。アメジストねえか。あ、アメジスト来た！あ、どうあった。来たー！望遠鏡ー！来たよー。いや、横はよく行くんですけど、まあ、だいたいこれはみんな持ってくんじゃないっていう。まあ、そういうアイテムですね。さあ、お邪魔しますということで、あったー！もう終わったわ。白紙の方で持ってっていいかな？大丈夫かな？まあ、一旦これで。はい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 。お疲れ様です。はい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 。よし。旅行で持っていくものね。はい。よし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 。いや、これ悩んだな、正直。正直悩みましたが。じゃあ、大原麺タイトルコールお願いします。はい。旅行で持っていきたいアイテム。こちらです。せーの。見事に合いません。あ、で地図は合ってんのか。地図は合ってる。そう、はいはい、地図は、え、地図ってこれさ、クラフトレシピ、どんな感じだったっけ、コンパスじゃない？コンパスと紙だ。コンパス、コンパス、コンパス、やっぱいるんだ。コンパス作れたな。いや、確かに、レッドストーンと確かに。村から取ってきました、これ。あー、なるほどね。あー、なるほど。あー、はいはい。あとは、着替えのズボンと、はいはいはい、双眼鏡ね。うん、望遠鏡ね。じゃあ続きまして、オラくんお題お願いします。あと2個ぐらい考えてる。あと2周あるか、これ。マイクラの中で一番好きな丸いもの。せーの。はい。はい。おじいちゃんの形見といえば。せーの。あい。はい。これでしょ。はい、というところで、じゃあ続きまして、オンリー。いや、これもう絶対決まります。いや、もう絶対決めよう。もう絶対決めよう。マジで。やばいやばいやばい。このままだとやばい。ほんとに。いきます。はい。マインクラフトといえば。おぉ。いや、もう絶対いったじゃん、これ。絶対。マインクラフトといえばね。マインクラフトといえば。終わる終わる終わる。オッケーオッケーオッケー。行こう。終わる。では参ります。マインクラフトといえば、よーい、スタート。これはもう、いったでしょ。これはシルクタッチ持ってるでしょ？土掘るだけでしょ？土。土ブロック。これでしょうよ。ひねらなかったら、まあ行きたくないよっていう。これしかねえからな。もうこれだろ。草ブロック。パッケにもなってる。アイコンにもなってる。よいしょ。はい。マインクラフトといえば、はい。もう初期から決まっております。どこだ？はい。これです。これです。はい。マインクラフトといえばこれです。これは揃わなかったらどうしよう。戻ろう。はい。作業台じゃない？作業台じゃない？マインクラフトといえば。他ある？マインクラフトだもん。マインクラフト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 といえばもう作業台じゃない？これは。これ来たんじゃない？ラーメン。作業台よな。ああ、そうか。麺も作業台か。
はい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 いやーマジかー割れたかー割れたかー割れたかクラフトねなるほどクラフトマインクラフトマインクラフトクラフトクラフトが取っちゃったかーいやーこのアイテムにマインクラフトって書いてるの見たことないこれあれだからロゴね僕たちのはねいやー、二つに割れちゃいました。そうそうそう。クラフト、クラフトよ。クラフト、クラフト。まあまあ、それもでも。クラフトよ。わかる、わかる、わかる、わかる。あー、分かれたか。近づいた、近づいた。近づいた、近づいた。まあ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 。いや、惜しい。いや、フルハウスは一番可能性感じた。フルハウス。フルハウス。フルハウスダメなの。確かに。この企画。フルハウスだ。わかりました。じゃあ僕なんで。ここで、ここで終わろう。あ、もうこれ割れでも本当にイージーやっていいですか？イージー。もう決めましょう。決めましょう。イージーいきます。はい。お願いします。今皆さんが一番食べたいもの。これイージーでしょ。今。もうお腹空いてる時間ですよ。結構撮影もしてきて。今みんなが一番食べたいもの。せーの。はい。来い。うわーうわーめっちゃアンプキンパイですかモンさん。アンプキンパイ食べたいのか。アンプキンパイ？じゃあ俺焼き鳥かと思ったの。あ、焼き鳥ね。はいはいはい。いなかったのよ。あ、いなくて。いなかったのよ。渋々のパンプキンね。うん。リンゴか麺は。リンゴの人いるな。よし、じゃあ続いて3周目。お花目。3周目。いやこれちょっと気持ち一つにしないとマジで終わんないよ。そうそうそう。うん、気持ち一つ。ビシッと決められたかちょっと考えていいですか？ああ、お願いお願い頼んだ。いいよ。わかりました。はい。仕事終わりに飲みたいもの。仕事終わりに飲みたいもの？おお。はい。飲みたいもの。飲みたいもの？もうわかりますよね。ちょっと怪しいけどな。むずいぞ。わかりましたわかりましたわかりました。もう直感でいきます。これかなってもんで言ったら、はい、大丈夫。はい。はい。では皆さん、仕事終わりに飲みたいもの、よーい、はい、スタート。この分かってても、多分蜂蜜入り瓶なんだよね。飲んだ時の音がビールに似てるから。蜜が溜まって、蜂いた。蜜溜まってないな溜まってねえ蜜。ヘッドできそうにありません。水で勝負するしかねえか。飲みたいもん。水しか、飲めるもんって何あんの？水以外なくね？他にある？蜂蜜とかなのかな？なんだったら今一本飲んじゃって、それで、花の森がどっかにあったはず。花の森。こっからあとは、探す。3分間。これ、最悪。川の水持ってこう。もうだけど溜まってない。そうなんだよな、溜まってるやつ探さなきゃいけないんだよ。いや、仕事の前に飲みたいものも牛乳とか。牛乳。いや、水入り瓶で水もありか。いや、水ってちょっとありきたりやもんな。でも仕事終わりっていうのが難しいな。仕事終わりやだね。仕事終わり、はい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 。まあまあまあ。よし。いきますか。はい。じゃあ、麺、お願いします。仕事終わりに、飲みたいもの。せーの。来い。はい。え、うわーいや、迷った。惜しい。大丈夫、僕も牛乳感迷ったみたいで。楽しいこれね、僕、みんな一緒かもしれないけど、みんな僕蜂蜜だと思って蜂蜜取れずに水入り瓶だけを。ああ、わかる。どっちかなと思った。同じ蜂蜜か。
蜂蜜を取る気満々でした。みんな蜂蜜だったんだ。うわ、もう完全に飲み物これぐらいかなと思って。確かに。いや、牛乳もね、一応、黒上がりだったらね、牛乳かなと思いつつ。うん。はい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 。いやー、まあ、次行こう。次行こう。いや、でもこれあるぞ。いつか終わりそう。マイクラで、もらって嬉しい食べ物は、せーの。ほい。絶妙にずれてる。絶妙に。マイクロで一番黒いもの、せーの、ポン。ほい、来い。どうだ？絶妙に違う。マイクラ内の運ゲーといえば、せーの、ポン。ほい、こっちだ。すげえ。逆にすげえ。こっちか。マジ。マイクラで最もかっこいいアイテム。せーの、はい、よいしょ、来い。それわかるわ、似たけど。いやー、マジかー。わかるわ。バージョン 1.19 といえば、これ。せーの、よいしょ、はい。うわー、全部違う。ここ最近の動画で一番撮影時間長いかもしれない。まずいな。じゃあみんなが好きな職業ブロックは、せーの、よいしょ、よいしょ。違う、一人職業ブロックじゃない人いるんだけど。難しい。なかなか沼っておりますが、続いてボンさん、これいくか。お、もう奥の手。お、奥の手です。奥の手いきましょう。奥の手。マイクラで、はい、焼くものといえば。焼くもの？焼くもの。マイクラで焼くものといえば。行きましょう。マイクラで焼くものといえば。よーい、スタート。焼くもの？かまどってこと？焼かれるものなのか、石炭？どういうこと？かまどじゃないの？かまど。焼くものだからね。焼くもの。かまどだ。かまど。焼くものって、普通にあれじゃない？かまどじゃない？かまど。焼くものといえば、かまどです。かまど以外にないでしょ、これは。いや、焼くものと言ったら、何かを焼くものはかまどなんだけど、鉄とかも取ってきた方がいいかな？ちょっと、鉄は焼かれるものになるんだけど、これはひねくれずに考えちゃっていいんじゃないっていう。ただ掘る場所がかなり大事になってくる。これじゃない？みんな大体これじゃない？大体これ取っとるで。頼むぞ。問題は持ち帰るかどうかだけど。いや、鉄なのよ。いや、原石持ってきちゃおうかな。そこは頼む。いや、頼ますわ。もう、よし、もうこれはもう行きましょう。ビタッといけますか？行きましょう。めちゃめちゃ自信ない、これ。どうしよう。自信ない。あれ？よし。大丈夫。じゃあ、ボンさん。大丈夫。行きます。マイクラで焼くものといえば、せーの、これだ。はい。よっしゃ。そういうことか。そっちか。捉え方か。そっちか。捉え方か。いや、でも割れてますね。石炭とかまどと鉄っていう。かまどは作った。うん。そうなんですね。焼くもの、焼かれるもの。焼かれるもの。焼かれるもの。焼く燃料。そうか。分かれましたな。まあ。焼き関連ね。はい。じゃあ続きまして、オンリー。これも絶対決めます。絶対決めます。もう絶対決めます。もうお腹いっぱい。はい。いきます。エンダードラゴンの天敵といえば。エンダードラゴンの天敵といえば、いきます！よーい、スタート！エンダードラゴンの天敵。ベッドでしょ、これはもう。いいでしょ、決めちゃっていいでしょ。はい。いや、もうこれ決まったわ。エンダードラゴンの天敵といえば、まあね、いろいろあるよ。うん。敵といえばね、エンドラの敵で人間も敵だし、オンリーも敵だと思う。アイアンゴールも敵だと思う。ただ、やっぱりね、ベッドでしょうよ。ベッドにやられ続けたエンドラさん、ベッドバッカーでしょう。
わかった、オンリーちゃん。多分そういうことだ。天敵でしょ、天敵。ペットバカってことじゃないの？あ、ペット持ってくる。白で合わせる？白あるかな？あった。これだろう。間違いないだろう。よし、エンドラの天敵はもうあれしかねえ。もうここみんなで村来るんじゃない？これみんな村でしょ、これは。エンドラの天敵はもうベッドしかねえや、ベッドばっかだ。ドズルさんいた。ドズルさん走っていった。え？何それ？何それ？なんだそれ？エンダードラゴンの天敵？オンリーってことか。かぼちゃ探すべ、かぼちゃ。あ、よし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 。こういうこと？こういうことなのか。こういうことか、本当に。ちょっと待って、合ってる。ベッドか。さては。オンリーっていうよりか、ベッドの方がまだ、天敵って言い方がなんかちょっと気になるんだよな。わかんねえ、どっちだ。よいしょ。いや、もうさすがに、もうさすがに会ってくれ。さすがに会ってくれ。OK、もう完璧。これです。これなんです。これなんです。正解はこれなんです。多分。戻ろう。もういい、戻る。はい、もう完璧。もう完璧。もう完璧だと思いない。頼むよ、これ。色違ってもいい。色が違ってもいい。はい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 。よし、もうこれはもう気合い。これはもう、出てくれんかな、これ。これで笑おう。はい、出てこれで決めたら綺麗だよ、はい、僕たちらしくて。よしよしよし、はい。では、オンリーコールお願いします。はい。エンダードラゴンの天敵といえば、せーの。よいしょ、頼む。おい、おしゃれ。はいはい、まあ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 、ちょっと肉なわけないし、というところで今回はベッド全員揃いました。やったー。いやー、長かった。こんなにも合わんかというぐらい合いませんでしたね、皆さん。はい、エンドラの天敵といえばということで、やっぱベッドバッカのね、ベッドなんじゃないかというところで、お題もいい感じでございました。ダリーン。いや、今回ちょっと皆さんの個性が、強すぎたのか、まあ、なかなか苦戦いたしましたが、でもたまにはこういう以心伝心系のゲームもいいですな。はい。はい、といったところで、撮影時間が2時間にも及ぶ、超大作過酷企画でございました。皆さんお疲れ様でございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。また次回やるときは、もっと短く、意思疎通できることを信じて、今日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。今日の動画面白かった方はぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。誰で5分で終わるって言ったの？いや、理論上5分で終わるんですよ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。おすすめの動画もご覧ください。高評価と動画のコメントも待ってるね。どうしてもっていうわけじゃないけど、気が向いたらしてね。